この後時刻17時からはウェザーニュースライブイブニングのお時間です。 YouTube ライブでご視聴の皆さんは番組の配信の枠切り替わりますので、自動でジャンプしていただくのをお待ちいただきますか、すでに、イブニングの番組枠始まっておりますので、お引越しの方をよろしくお願いいたします。ということで最後の最後に油断してしまいましたね。ぜひお引越しを忘れずよろしくお願いいたします。ということで、ここからは続いてのキャスターさんを呼びしていきましょう。この後イブニングの担当のキャスターは檜山聖キャスターです。よろしくお願いいたします。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します。今夜から明日のお天気、そしてこの先1週間のお天気まで確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日本当に何といっても寒かったですよね。そうですよね。雨が降っていて季節が戻ったような体感でしたよね。私昨日はもうアイスを何個でも食べてやると意気込んでいたんですけれども、はい、今日はちょっと寒くてちょっとね、あったかいドリンク手に持ちたくなるような体感でしたよね。服装もだいぶ変わりませんでしたか。さよさん何を着てらっしゃいました。今日はやっぱりカーディガン、分厚いものを選びました。本当ですか。昨日はね、長袖、半袖でもいいぐらいだったんですよね。本当ですよね、はい、で私も久しぶりにニットのものを引っ張り出して。やっぱりそうですよね、うん、そうでした。アイスは今日は厳しいですね。厳しいですねいや今日は本当に体を温めたいなという体感だったんですけれども、あ、はい、そうだ今日番組内で、はい、各番組ごとのジングル、オープニングの曲についてお話ししていて、うん、はい、なんだろう、ムーンはまだ私が担当したことがなかったので、はい、自分がこう場に立って聞いた経験がなくって、うん、オープニングのところ、そうなんですよ、はいはい、ムーンはやっぱりちょっとしっとりめなサウンドじゃないですか。モーニングだとなんか元気な、ね、快活な音楽、そう、うん、日がこう上がってくるぞみたいなはい、はい、元気な音楽なんですけど、そうなんです。ムーンはまだ私もまだないんですね。経験もなく、いつ担当するんだろうと思ってるので。似合いそうですよね。本当ですか、はい、嬉しいです。もうすでにやっていそうなイメージでした正直本当ですか、はい、イブニングは一番多いのは何ですか。イブニング、あ、一番多いのは何だろ う、 今もう私は 2,3 年一緒にやってるイメージです本当ですか。たんでないです。ない、はい、信じられない。 2,3 年やってるイメージで話してました今8ヶ月目とか8ヶ月目、はい、見えないですねなんかもうある程度全部もうモーニングからムーンまでやってるようなイメージ で、 でモーニングやったことあります。あ、最近モーニングが多いの で、 で、ね、今ようやく多分まんべんなくなってきてるんじゃないかなって思っていて。そうだったんですか。なんだけまだモーニングも似合いますよね。本当ですか、はい、いやーなんかこう番組ごとにいろいろ色があるの で、 ですね。なんかでも私ね元気いっぱいすぎるから いいことです。は私モーニング無理です。本当ですかそんなことないですよ。夜の時間って誤解されそうですもん。本当ですよねいや本当ですよねとかちょっと間違えたイメージありますよね。間違えた。行かない行かない行かない。すみません。朝か出るかちょっと夜派なのでなるほど大丈夫、全然全く悪くないから。主張してる人が勘違いするってことですよね。そう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 そんな笑ってるけど。すいません、なんかすごい失礼なことやった気がして。いや、そんなことない。私夜が好きなので全然大丈夫です。私も一視聴者としてさや、はい、さんはイブニングムーンのイメージがあったの で、 でもしなんか担当する機会がありましたらご、ね、いろいろご教授いただければと。もしかしたらレアな、ね、時間があるかもしれませんもんね。そうですねそんな似合わないとかじゃないんですよ。自覚ありますそんなことないんですよはい、あ、暑くなりましたね、はい、すごくもう一時退場してしまいました明日は暑くなるということでちょっとね合いますね、その今の体感だと明日の気温が合ってきそうですね。本当だ、ありがとうございますということで、はい、この後、
明日にかけてのお天気、はい、イブニングではどういったところを見ていくでしょうか。わかりました。今日の関東肌寒くなっていましたけれども、明日は気温が戻って暑いぐらいの体感となっていきそうです。よく晴れる場所も増えそうですので、イブニングの時間帯で確認していきましょう。はい、ありがとうございます。さやさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひこの先のお天気もイブニングの方からご覧いただければと思います。では、この後も素敵な時間をお過ごしください。